祝日じゃないか。いいな。ゴルフとかね、野球とか、いいね、いいね。楽しんでよ。うん。いっぱい遊ぶんだよ。おじさんは仕事頑張るからね。頑張るよ。祝日か。大丈夫だね。仕事でも大丈夫。まあ仕事の人も多いからね、うん、半々ぐらいなのかな。半々ぐらいだろうな、うん。本日は2月11日木曜日、建国記念の日ですね。時間は10時20分。今日も川沿いを走っておりますね。バイク乗って、最高だね。よいしょ。いいんじゃないですか。とりあえずね、まあ、丁寧さよりもねスピードが勝負なんで、とはいえめちゃくちゃ遅いですけどね。よし、帰りましょう帰りましょう。戸締まりして帰ります。じゃあ次は回収でございます。というかこんな感じですね。はい、仕事終わりました。現在時刻19時半。今家の駐車場に到着いたしました。今日も長い一日が終わりました。皆さんもお疲れ様です。そしてお休みだった方はいい休日を過ごせたでしょうか。また明日も仕事という方は頑張りましょう。頑張りましょう。ということでまた明日ですね。それではおやすみなさい。平山茂でした。